から行きます。あーすいません、びっくりしちゃった。ダンサーあくびです、はいはい、朝弱いのでね、私ね、はい、朝バンドマン、だいたい朝弱い。だいたいバンドマン朝弱い。なんとか全員揃いまして、はい、なんとか新幹線乗りまして、新幹線乗りまして、なんとかね、乗ることができます、はい、なんか、ほんまにやるんかなっていう感じですけど、もう乗っちゃったよ、新幹線。ほんまにやるんかな。今日はね、ネジを外すと、あしかないよね、もうね。いや、一応もう練習はしたからね、はい、あとはもう、やるだけ、はい、やりまくって。そうそう、俺の今回の反省点、じゃあ前回の反省点でも、楽しもうっていう、今回がね、あ、前回は楽しめなかったところがあるから、まあまあ、段取りが忙しすぎてって感じですもんね、そうそうそう、さんね。今回はまあまあちょっと楽しめるようにだいぶ何やろ、前もって段取りしたから、うんうん、のりくんは、マイペースに遊びしよう。いやでもカロリー大事やからな今日は、はい、いや、いけるでいけるで、うわ、めっちゃ富士山いけるっすよ、ランさん。富士山です。動画も撮った。でかいな、やっぱこうやって見たら。でかいっすね、ほんま。綺麗っすね、形が。綺麗な、やっぱ。あ、まあ、撮ったし。よかった、よかった。これは幸先がよろしいな。まあ、はい、てなわけで東京駅着きました。着きました、まあ、大騒ぎ、大騒ぎ。降りて大騒ぎ。めっちゃ大騒ぎ。荷物ぐしゃーなって来ましたから、ね、荷物ぐしゃーなんでね。ここからね、またスタジオ移動するんですけど、はい、まあ、無事5人ともなんとか東京着きまして、はい、銀座の方にね、まあね、これからリハーサルやって、はい、ね、ライブハウス行って、はい、もうあとはやるっきゃないと、はい、もうネジ外してください、ネジ。はい、あの、やるんやなって実感ちょっと湧いてきました。てなわけで銀座到着。えらい人ですわ、歩行者天国になってまして。土日ね、うん、いや、噂で聞いてたら、ここで歩いたことない。これあの、ライブハウスから近所で、まだちょっと時間がちょっとあるから、今ちょっとここでコンビニで、はい、喫茶店入ろう思ったら、もういっぱい、はい、いっぱいで、ごっつい人でしたよ。ほんまに、ね、まず780円コーヒーするから高い。コンビニで買うたら、これで200円ぐらい、200円ぐらい、M サイズで500円浮きました。えらい違いやから、500円、まあまあコンビニでコーヒーしながら、まあライブハウスね、まあもうちょっとで入れると思うんで、そうですね、まあ、いいよ、いいよですよ。一応全員いてるんです、我々しか映ってませんけど、はい、ここにはあのみんなメンバーで、はい、目の前でカメラマンはなんとのりくんです。のりくん撮ってます、撮ってます、はい、ちょっとあのこういう時ぐらいはやってもらおう。そうですね、はい、いや本来はスタッフが来るはずやってんけども、そうですね、ちょっとね、ちょっと入院しちゃったので、はい、はい、もうメンバーでいろいろこう判断して、はい、でもまあなんだかんだで開催に見つけられまして、いやもうあと何時間後ですよ、はい、ランさん何時間後ですよ、はい、ないけど。2時間後ぐらい。2時間、4時間、え、16時半やから3時間後ですね。はい。おいしい。はい。ザザッとリハやって配信、ね、俺配信の準備するんで。はい。はい、その間にいろいろ準備します。はい。今ライブハウス待ちです。はい、座銀来ましたよ、これ座銀の。何通りやったっけ、これなんとか通り。スズラン通り。そうそうそう。っていうね。今ここからこれ今タクトさんで。やるんですけども、今ちょっとね、ちょっと早着いたんで、はい、まだなんですよ。鍵が閉まっております。いや、本当に寒くて、人がいっぱいで。でも今日、思ったより寒くないような気しますか。まあまあ、まだあったかい。ね、まだマシですよね。一応ね、なんかこう、ルームさんちゃんと置いてくれてる。ね、あ、これを取って入る人ってまずいないと思うんだけど。まあそうですよね。まあ一応出してくれてるっていう感じで。メンバーもわさーっと、メンバーの後ろ姿だけ撮るかな、こんな感じで後ろ姿で。映りたい人は映ってくれていいですよ。全然全然出てもらっていいです。手のひら燃えるように熱い
されていない不遇の時代が非常に長かったので、こうやって、まあ、自分の私ごときのライブに来ていただけるだなんてっていう思いだったんですけど、今はもうあのホッとしてるっていうのがあの大きいですね。もうすごく今回は、まあ、東京でするっていうこと で人数も前回と違ってすごく多いので、プレッシャーがすごくて、ちゃんとできるのかな、ちゃんとできるのかなっていう思いで、いやちょっとバタついたわ今回も。あーバタい、あーバタい、ゆうていです。五臓六腑に染み渡る感じが、今回ほんまに丸々1ヶ月も出んかったんで、でもね、ということでみんな食欲旺盛でどんどん減っていってます。さっきこの前持ったら出ないもういっぱいどんどん食べよ。枝豆もありますよ、枝豆もね、枝豆も、はい、いや緊張がね、溶けるとね腹が減ってくるという、いや今回もでもバタついたな、大変やったわ、大変やったけど前ほど俺グダグダにはならんかった。ああそうですね、前回のね教訓も生かされて、ね、でももう今なんか足おかしいぐらいなんか疲れてるもん、そら今日踊ってるから、うん、踊ってるスポーさん踊ってるから、そら、ね、バキバキですわ。配信がちょっと10分かそれぐらい切れたん で、ね、まあ、その分はちょっとアーカイブを、はい、同じ配信会社のやつで確か無料で公開できるやつがあるから、それでちょっとその部分、あのもう一個のカメラには映像が残ってるんで、はい、それをちょっと公開しようかなと思います。すいませんでした、今日はすいませんでした、ということで見開かるぜ、ドアップ、もうこの未来高は間違いないのよ、間違いない、あのこの辺で飯飲んで変な店入るより絶対間違いない。はい、来れまーす、来れまーす、カレー粉、川川だ、川です、はい、行きます、いやー楽しいね、うまっ、うわめっちゃうまい、マジでうまい、うまい、めっちゃうまい、よう考えたな、でも未来カレー粉めっちゃいいっすよ、頼んだやつコースコースのやつ勝手に来たんやろ、食い散らかしちゃった
もうこいで散らかしてますよ。もうね、関西人のチーガーさんがしてるから、はようだぜ、はようだぜ、言ってみんなでね、まだか、まだか、言ってね、でかいので、そのままに。おいしいっすか？いやでも未来坂さんが一番やっぱいいよね。いやこれね、胸肉しかね使ってんの、うん、これはうまい。全然間違いない、全然間違いない。胸肉、仕事しとる、はい、あーよくだ。じゃあこれ私一人食べたわけちゃいますよ、ね、最後のあの残飯処理じゃないですけど、最後のね総仕上げをさせていただきました、ね。モランさんがご機嫌でさ、銀座ですよ。ザギンでライブしましたね。ザギンでシーズンちゃいますね。ちょっといろいろトラブりましたけど。ほんまにほんまにそうです。ザギンでライブ VR です。あの今年一番最初の、うん、一番の、うん、頭抱えてたものが、まあ一応終わったな。一応終わってちょっとホッとして。でもこれ銀座の街ちょっと終わるの早いよね。早いっすよね、うん、土曜日やのにね、今日ね。ここであとホテル帰って、まあ多分僕とランさんだけで多分また晩酌しながらですね、だらだらね、はい、まあ開封動画だけ撮ってて感じかな。はい、さっきな歌舞伎座、歌舞伎座です。え、でも歌舞伎座、あ、じゃああれ南坂、京都にあるの南坂ありますよね、うん、ねえ、あんまのりくんと関係ない地域やけど南座、やっぱでかいっすね、東京が。でかいね、東京は。名残雪の降る時を知り、ふざけすぎた季節の後で酔っ払っとしてる今春が来て決めワン、やっとようやく荷物預けるのが大変やったな。ほんまに結局東京駅じゃなくて浅草で時代屋さんっていうところがあって、ほんまロッカーがなさすぎて、そうまあえげつない、うん、あやっぱ日曜やばいですね、ほんまね。やばいですね。ほんで今、はい、浅草なんですけど、雷門の前、はい、人がゴミのようだ。雷門でーす。頭いっぱいある。フランサコ。2回目。2回目です。これなんか掘ってあるんですよ、龍が。うん、こんな感じですか、浅草。まあでもそれらしい感じ。浅草もう来た時人多い、やばいやばい、これうーわ腹減った。コウさんやばいっす。え、コウさんやばいっす。人がすごいな。で、ようよう見たらね、訪日の外国人の方が多いんですよ。外人多いっすね、うん、前ね、全然おれへんかったから。ちょっとさっき飯食いたいな。外れだ、赤ですね、ここ。外れて飯食うとこある。裏外れた飯。あ、そうなんですね、うん、ほな飯食いましょうか。飯側行く。いくらがある。ランさん、やっとご飯ですね。はい、はい、今日初の食事でございます。開放丼って言ってね、いろんなもんごちゃ混ぜのやつでございますけれども、これ金目かな、これ金目やな。開放丼って言う、はい、いただきます。はい、うん、うんうんうん、うまい。なんかね、ごま油で味付けしてるんだよね、うん、ちょっと醤油欲しいかな。味もついてるんだ。あ、ちょっと欲しい、うん、醤油こと、はい、醤油こと、はい、あざっす。あ、結構油乗ってますよ、これ上のやつ、うん、それごま油の油じゃなくて魚の油なぜそこまでしたバカちゃう。あ、うまいです、うまいです、これ、食べてみよう。うん、米うまいな、ここ。おっさん発言米うまいわ、米うまい米いけてるよ、いけてる。米褒めんなよ上に乗っかっても褒めろっていう、はい、ということで浅草ランチで、うんうん、ご飯
はい、食いましたね、はい、血糖値が上がって非常に満足でございますよ。これからおみくじでも行こうかいなと、はい、さて今日が出るやら今日が出るやら何が出るやら、でも私多分今の感じ今日しか引かんような気しかせえへんほんまに、うん、えらい美しい男の子やな、ね、うん、あの外国の子やけど、はい、すごいデカプリオみたいな顔してます。はい、これで第19末勝機あ、こっちからやるんですか。ランさん小吉ですか。あ、小吉、はい、あら、あ、小吉です。小吉かトモくんが小吉でタッくんが吉で、ノリくんが吉で、俺らはてってて、ダブル強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 スラーさん、これ裏に書いてあること、ほんまになんか何も叶わへん何も叶わへん、悪いでしょ悪いでしょ悪いでしょ、すごいですよこれ、やばいな今年、はい、願望、あ、願望叶いにくいでしょう、病気安心できないでしょう、失い物出にくいでしょう、待ち人現れないでしょう新築引っ越し悪いでしょ、結婚旅行付き合い悪いでしょ、もう最悪や俺もありません、一緒かな、全員で最悪や、願望叶いにくいでしょう、病気、長く養生すれば治るでしょう、まだちょっとあったね、はい、出づらい、ね、出づらいでしょう、はい、失ったら出てこない、はい、待ち人遅くなって現れるでしょう、はい、引っ越し悪いでしょう、結婚付き合い悪いでしょう、ちょっと私の方が悪いじゃないですか、うん、オランさんの方が悪いな、同じ今日でも、もう全否定ですよ、私全否定やもんな、なんだこれ、大凶ちゃうかぐらい、大凶ぐらいじゃんはぁー、いや、私あの悪いことが起こりますって言われてますもん、心は急いでも船が進んでくれないように焦るばかりで事態に変わりはないでしょう、変わりないでいいじゃないですか、無理して海や川を渡ろうとしても波が高くて危険であるように、先を急いで物事を貫こうとしても、これなんて読むね、貫こうとしてもかえって自分で自分の首を絞める結果となるでしょう、あ、なるほどね、穏やかな生活を過ごしたら、まあ、今回のワンマンライブまあまあ結構高い波ですからね、なんでこれ、年を重ねてきた交流を通して喜びがあるものの、深く争いが違うことがありがち、俺とランさん争いんじゃん深く争い事ケンシロウとシンみたいなんて深く争い事だそう、そうそう、親友同士がやばい、やばいです、え、誰か取り合うんすかほんまや、ユリア誰か見つけてこなあかんじゃん、ユリアユリア誰か連れてこなあかんじゃん、これちょっと私これ大凶に近い凶ですね、書いてることがもう、もう踏んだり蹴ったりのこと書いてあるんで、なるほどね、じっとしとけっちゅうことですね、これね、そんなに俺はでも雲の割にはでしょかなっていうでしょ、これこれ私絶対感じですね、ダンさん結構否定的やもん、大凶ですよ、否定されてるやん、はい、まあ、悪くはない、じゃあ、はい、俺らは結びますか今日は、あ、これってどうやったっけここは浅草寺はある、結ぶとかありました、何かな、はい、取って取りましょう、あそこあるからね、はい、今日のみお結びください、今日のみ今日のみ今日のみらしいわはい、基地は持って帰れと、はい、もう結ぶ長いよもうなんかこれ多分大凶や思うんですよ、これ私が引いたやつ、なんか全否定されてるから悲しいわほんま、はい、どれもはい、はい、もうさん結びます、今日ね、はい、今日です、はい、お邪魔しまーす、これを塩もとにしたいかな、大丈夫ですか、はい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 、さあイベント1個終わる、結ぶつもり満々で降りたかんでせやこん中入っとんじゃん、前ヒント大ヒント、あー前のやつ、前ヒント、はい、
ということで、ちょっと締めの動画になりますけど、はい、雷門前で、はい、この銀座ライブを締めようかなと。ね、ようやくこの後ろにもメンバーが3人いるんですけど、はい、まあまあ映るのは我々みたいな、はい、っていう感じ。まあ、浅草寺でおみくじ引きまして、はい、まあ結果取りましたけど、この2人が今日っていうこと。いや私の方が多分悪い。なんか分かります。あとは小吉、小吉と吉ですね。そんな感じだった。でも今日ばっかり出るの有名らしいんで、うん、3人結構いい感じで、うん、ね、運がええようでね、あの、うん、スイートラインよりつけなかったですね。もういろいろあったこの2日間よ、ね、いろいろありましたね。もう今日それで朝からもうコインロッカーっていうか荷物預けるとこ探すので大変やった。もう1時間以上うろ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 してね、結局まあ浅草寺の近くのところで荷物預けて、最初からここ来たらよかったっていう。そう、はいね、そうですね、まあ、そんなはさておき、はい、どうでしたかこの2日間ラザー。いやー疲れました。はい、もうなんか緊張めっちゃしすぎる。いや朝起きてまず一発目で思ったのが首痛っていうので起きて、いや多分緊張してずっとこうガチガチなってたんでしょうね、肩が。でも急になんか解き放たれた瞬間、はい、首が痛いってなって、はい、今日ちょっと軽くムチ打ちみたいな感じですね。まあ、俺もちょっと首疲れてるんだけど、俺ももうだってその配信やらないなんやらかんやらで、ね、まあその昨日一日気張ってましたから、で今日昨日もう飯食った時に緊張解けて、そうですね。で結局でも寝たん4時ぐらいです。私も寝たん3時半ぐらいですかね、うん、なんやかんやで映像ちゃんと残ってるかとかちょっと配信の手違いがあったから、はいはいはい、でそのアーカイブ映像とかどっかのカメラ残ってないかってちゃんとあったからよかった。あ、よかった。そういうの確認とか言ってた4時ぐらいになって、いやということで、ね、ちょっとしばらくひょっとしたらライブ関係の動画出るかもしれないですね。しばらくね、ちょっとね、もう銀座楽しかった。はい、呼びに至っていただきまして、まあでも、はい、多い東京は多い、人が多い、まあ、土日やし大阪とは比べもならぐらい多いから。ほんまに、はい、どこから人間集結してきてんやろっていうぐらいね、はい、ってことでね、無事ライブ終わりまして、はい、東京の観光、まあ浅草寺だけですけども、はい、観光も終わりまして、これから帰還しようと思います。はい、帰ります。はい、ではでは、お疲れ様です。お疲れ様です。 OK ってことで、帰りはいません。これをなんか付き合わされるんですよ。私が買ってね、飲みませんかと。いらんかったら私は持って帰ったらええわ。全然です。ああ、うん、なんか染みますな。これから大阪帰ります。